はいどうもコードです。今回はこちら3分間ミステリーやってみたいと思います。皆さんこれ知ってますか？なんか広告とかでよく出てくるやつなんですけど、面白そうですよね面白そうだからやってみたいと思います。お、いきなりですね。説明とか何もないんだ。はい、問題1、突然校内に悲鳴が響き渡った。一体何を見て悲鳴を上げたのか。原因を知ら、あ、選べ、ご原因を選べだそうですなんだこれ校内から悲鳴上がって、それ見たらこうなってたの。はあ、ちょっと待ってね、一回ちょっと操作確認的な。この上のこれなんだろう、1234って、まあいいや。よし、見ていくか。左の方になんかあのペンキあるね。ペンキ、これ血じゃなくてペンキかな。え、未解決事件になってしまうぞ。あ、これ1個しか選べなくて、その1個を見つけろってこと。なんかこの犯人の核となるようなものだとしたら、俺はこのスマホ、これじゃない。 SE うるさSE うるさ。はい、解説。スマホですね、今私は選んだのは。人体模型の隣のロッカーに半身が血まみれの女子生徒が女子生徒がいると。うん、死んでいない、生きているようだ。え、なんだこれ、自作自演。え、悲鳴あげたんじゃないのなんだこれ今のもんで、ん、あ、まだ続きだ。彼女は一体何を使って出血しているように見せかけたのだろうか。まあこれペンキだね。あー、こうか、ペンキだよね。あーだよね、血のりを作ったんだよ。はい、折り返し。彼女はなぜこんなことをしたのだろう。なんでこんなことをしたか、わかんねえなあ。あ、人体模型か。あれあー、広告、めっちゃエロい広告でした今度これ実況しようかはい、再挑戦します。え、なぜこんなことしたか。いや、これ間違えるたびにあの広告見せられるのかな、長えなあ。わかった、このさ、血まみれのこのさ、目見てに、目なんかこの右のなんかめっちゃ驚いてる女を見てるぞってか思ったんだけど、左の女なんか漏らしてねえか左の女漏らしてねえか。あ、違う、こっちだね。女性の目だ、目来い。あ、ちょっと分かんなくなってきたな。え、なんだろう。え、いや、早速積んだかもしれねえ。え、なんだろうなって。あ、やべえ、わかんねえ。ロッカーの中にあるこれか。当たった当たった。え、何これ、スマホ、俺さっきスマホやんなかったっけ。あー、嘘だろ。ロッカーの中にスマホが置いてあり、カメラがこちら側を向いている。彼女は友人たちをからかうついでに、あー、ドッキリ思いついたのか。なるほどね、後で。彼女はこの後やりすぎと叱られる。それはなぜか、なぜか、あ、え、なぜか、そりゃもう血のりだろもう出たわ答え、血のりだろだとしたら人体模型か。え、何、本物の血とか本物の血とかやったのか。
なんだなんだ、わかんねえぞ、やりすぎ。顔、顔や、これやりすぎだわ。ダメだ。なんかこれ、1問目でしょ、これって。1題目でしょ？難しすぎね。なんでやりすぎかって。そりゃ叱られるだろう。ごめん、わかんねえわ。ちょっともう一回ヒント見るわ。おお。ね、おもらしんとこ行ったね。一人踊れすぎて失禁してしまっている生徒がいる。彼女は相当気合を入れて準備したのだが、担任に叱られたので撮影した動画は消去させられることになった。なるほどね、驚きすぎた、だからやりすぎってことか。結果だろうな。じゃあちょっと思ったより時間かかってるんで、今日はだいたい2問ぐらいにしようかな。とりあえず2問見てみます。問題1、朝早く体育館で奇妙な状態で死んでいる生徒が見つかった。発見したのは朝練に来た運動部の生徒たちだ。発見当初はバスケ部の生徒が犯人ではないかと疑われたが、それは何でですか。なんだ、体育館で生徒が死んでるって。うわすげえ。なぜかって、これバスケットじゃねえ、これ、まあ、まあ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 、被害者の首がバスケットゴールに引っかかっている。うん、たださすがにそれだけではバスケ部の生徒が犯人とは断定できないので、疑いは一時晴れた。うん、どうやってバスケットゴールまで持ち上げたか。その時使われた道具か、なんだろう、このロープじゃね、このロープ。いいね、相変わらず SE うるせえな。バスケットコールの上にある、通路にロープが落ちている。犯人は被害者にロープをくくりつけ、通路の上からゴールまで引きずり上げたのだ。ほう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 。この現場には犯人を特定するためのヒントが残っている。まあ、このなんだ、この伝票、この伝票みたいなやつ。このスマホ？何これ？あ、スマホね。被害者の制服ポケットのスマホに、気をつけて、気をつけてという文面のメッセージが表示されている。うん。手がかりをもとに、犯人を当てろ。容疑者は佐藤、武田、森の3人だ。気をつけてでしょ？だからなんか気をつけるんだろうね。気をつけてじゃなくて、このひらがなってことは気をつける。佐藤木、武田木、森木、木森、木武田、木佐藤、なんだこれ。気をつけて、木ね、木だったら木ってことは、この漢字の漢字で何かヒントがあるなら、森っていう人が木が入ってるね。一応やってみるか。森、当たったー、当たったー、広告来たー。はい。手がかりのメッセージは、気をつけてではなく、あえてひらがなで書かれていた。気をつけて3人、3回、あ、3回繰り返されている。なるほど。で、気が3つある卓球部の森だ。いや、バスケ部じゃないんかい。バスケ部じゃなかったんかい、結局。一時疑いが晴れたっていうから。おお、これは結果結構星5だね。いやー、とりあえず一回ここで区切るか。いや、難しいなこれ。